朗報、チュニドラ中地昇格でついに独走態勢、立浪監督も期待している模様。一軍に降格した中地。中島ファーム成績133.15.20本1打点6三振。チュニドラシットミン多いな。石川ビシエドではなく中地ラストチャンス与えたってことで良いんだよな。タッツ出場機会を求めて中日行った割には2軍だったんか。わ、翔さんはどうすんの。遊ばせておく余裕はないからね。逆方向に脱出な。立浪だってそこまでアホじゃないと思ってたんやが、なんか事情でもあるんか。石川はこれで上がらないとか首脳陣批判でもしたのか。石川ビシエドではあかんのか。ヤクルトに格の違い見せつけてくれるわ。片岡が2軍から去った途端に2軍くっそ強くなってることでお察し。トレード前に1軍で元気な姿を確認させるってあるやん。中地クラスの選手なら2軍の成績なんかどうでもいいでしょ。タッツこれやめる気満々やないか。こんな無茶振りするかね。代打兼打撃コーチだろうね。立浪監督も現役時代の最後の方はそうだった。